まつり、まつりちゃん、夏色まつり、あとはあのタグだったりとか、コラボしたらコラボタグとか、うん、あと NT、うん、NT なんだっけ、IRMTR、 あの結構これエロいイラストとかが出てくるんだけど、で、あの検索かけたりするんですけど、 MTR ちゃんとかねそうそう、するんだけど、エゴサでよく引っかかる人はやっぱ認知するよね。そうそうそう、エゴサよけなのに、まあ、関係ない関係ないエゴサ余計なんでするん、すんなや、祭りに見せてくれ。でさ、祭りのことをわざわざブロックしてさ、エッチなイラストをあげる人いるじゃん。意味ないからね、祭り、あの監視用で見てるよで、ね、メンヘラだからね、配慮ないよ。やだやだ、ブロックしないでよ。なんでブロックすんの、祭りから逃げないで。あと祭りのエッチなイラストとかを見つけたときは、そこのいいね欄の人とかリツイート欄の人とかをね見て、へえ、この人祭りのエッチなイラストいいねしてるんだ、ふーんって見てる。そこまでしてんのか。いや、するよ。マジ、祭りすのストーカーだから。泣いちゃう？なんでよ。愛じゃん、それも。これね、ちょいちょい話に出すんだけど、祭りストーカー気質なんですよ。本当にね、なんだろうね、全部が知りたくなっちゃうんだよね。乗り込んでストーカー、危ないやつじゃん、祭り。祭りちゃん、祭りすの家の前に立ってそう。いや、それはしないかな。うん。いや違う、それはしないって。なの。いや、それはしない、それはしない。さすがに捕まるじゃん。違う違う。でも昔はやっぱホロライブがまだ発展途上だった時、上場途中の時は、あのファンレターの住所とかがまだその隠されてなかった時期があったわけよ。で、まあなんか今は全部隠されてるのね、もうあのお互いの保護のために。で、そういう時は、まあ、あの Google マップとかで、まあ、調べ、やめよ、本当に本当にやめよ。でもね、祭り今までで一番家が近かった人は町まで一緒だった。町行けんじゃんって思ったけど、まあ行かなかったよまずいぞ、早く引っ越せ。なんで、それ祭りすに行っとる？祭りじゃなくて、それ祭りすに行ってるでしょ。祭りが来るぞ、逃げろみんなっつって、うん、まあでも祭りが引っ越す前の時ね。そう、今は違うよ、昔ね。今はどこ住んでんの？言うわけねえだろ今はねえっつって、〇〇県〇〇市の、言うわけないじゃん